ロシア対外情報庁、英語、サービスオブザ・エクスターナル・リコネッサンス・オブ・ロシアン・フェデレーション、ラテン文字転写、スルースバ・バネシュニー・ロスベジャド・キュー・ロシスケイ・フェデラッチ、略称、SVR は、ロシア連邦の情報機関。ソ連時代の KGB で、対外情報を担当していた第一総局の後継機関である。本部は、モスクワ南部のヤセネボに位置する。 CIS 加盟諸国とは相互に、諜報活動を行わない協定を締結しているため、CIS 加盟諸国における、諜報活動には、連邦保安庁が従事している。チェーカー外国家から数えて85周年を記念して、作成されたバッチ1991年12月4日に、KGB の分割に関する法律が採択され、KGB の第一総局はソ連。 中央情報庁として独立した。1991年12月18日の大統領令により、ソ連中央情報庁に基づいて、対外情報庁が設立された。中央気候世界各国のロシア大使館に支局が存在する。教育施設としては、対外情報アカデミーが存在する。ありがとうございます。